中のママは結構忙しいので、必ず時間を約束していった方がいいですね。3時間おきに、授乳室で授乳タスおむつ替えなどしに行くので、1時間くらい部屋に帰ってこられないとかあるので、待たせてしまうと申し訳ないんで。時間関係なら、あとは、食事の時間は、避けた方がいいですね。本当に忙しいので食事くらいゆっくり食べたいですし。では、どうぞ。1歳になる息子を育てている母親のゆうさん。ある日、ゆうさんは、息子を連れ、生まれたばかりの友達の赤ちゃんに会いに行ったのだそうです。息子にとっては、人生初体験となる赤ちゃんとの対面。ゆうさんは、息子がどのような反応をするのかを楽しみにしていました。そして、息子が赤ちゃんと対面すると、まさかのまさか、全力で逃げる。かっこ、笑い。なんだと思ったのか、何度近くに連れて行っても触ることもなければ、見ようともせずに逃げる息子。まさかの逃走。自分よりも、小さな赤ちゃんを見て驚いてしまったのか、全力で逃げてしまいました。可愛らしい行動と思いながらも、ゆうさんは、息子の行動に少しだけ不安を感じたと言います。これはいつか二人目ができた時、ちゃんとお兄ちゃんになれるのかしら?と、今からちょっぴり不安になった出来事でした。かっこ、笑い。とはいえ、まだまだ幼い一歳。きっと、次の子供が生まれる頃には、立派なお兄ちゃんに成長していますね。